おはようございます。6月8日火曜日朝の8時58分です。今日は船橋来てます。船橋で、集荷して、当日神奈川県海老名まで行きます。荷物はワンパレットです。ということで、昨日はこの今乗ってるイスズが車検だったので日野のレンジャーで仕事したんですけど、午前中積み置きを配達した後に当日を一件やって午前中で終わってしまいました。午後はなかったです。まあ、今日は船橋で積んで海老名まで、海老名だいたいお昼午後1なんで、その後どうなるかまだ分かりません。天気は快晴、快晴とまではいかないけど天気いいですね。気温は25度手前ぐらいまで行ってますね。もう暑いです。はい、今日もよろしくお願いします。ワンパレット積み缶です。ワンパレット200キロちょっとありそうですね。では海老名に向けて出発します。お疲れ様です。午後1時に海老名着いたけど1時半にならないと入れないということで30分待機して、で先ほど納品完了です。時刻は午後2時5分です。完了報告したらとりあえず車庫バックということでございます。じゃあ戻ります。37分です。家に帰ります。最近仕事がなくて当日1本だけとか、まあもちろん地場です。あと積んだだけとか
下ろしただけとか、そんな感じです。で、今日は午前中、今日は6月9日水曜日ですけど、午前中、まあ、仕事なかったんで、午前中はトラックの洗車をやって、で、午後から、横浜都筑区で、明日東京江東区殺しの、パレット4枚積み込み、積み置き積んで帰ってきて、終わったのが2時半に終わっちゃいました。仕事始めから終わりまでで1時間です。今日の仕事は1時間で終わっちゃいました。ということで、まあ自分だけじゃないけどね、なかなか最近厳しいですね、仕事が少なくて。ということで、まあなんか動画上げるネタもちょっと思いつかなくて、なかなか厳しいです。ということで、またよろしくお願いします。明日は江東区下ろしたら名古屋行くかもしれません。